皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS のジョングクは、ビルボードチャートで引き続き高い人気を誇っています。8月24日にアメリカの音楽メディアが発表した最新のチャートによると彼の曲、セブンはビルボードグローバル200で68位を獲得しました。この成果は、 ジョングクが国際舞台でトップクラスの K-POP アーティストの一人としての地位を固めるものです。セブンはビルボードグローバルアクセル US でも40位に達し、両方のチャートで全集と比較して順位が上がりました。これはこの曲が世界中のファンの注目と愛を集め続けている証拠です。さらにセブンはビルボードグローバル200に57週間連続でランクインし、 世界の音楽市場でのその驚くべき魅力と持続力を示しています。ビルボードグローバル XCOLS チャートでも、この曲は同じマイルストーンを達成し、57週間連続でチャートにランクインしています。セブンに加えジョングクの別の曲、スタンディングネクストトゥユーも堅調な成績を収めています。この曲は、ビルボードグローバル XCOLS で139位を獲得し、 41週間連続でチャートに止まり続けており、ジョングクが国際音楽シーンで着実に成功していることを実証しています。ジョングクがビルボードグローバルとビルボードグローバルエクスカルアスの両方のチャートで曲を維持できたことは彼の人気とファンの献身の証です。これらの功績により、ジョングクは世界で最も影響力のある K-POP スターの一人としての地位を固め続けています。 ジョングクがビルボードチャートで継続的に成功を収めていることは彼の個人的な芸術性を際立たせるだけでなく、グループとしての BTS の世界的な影響力を強調しています。ジョングクが音楽で観客を魅了し続ける中彼の功績は世界中で K-POP の影響力の拡大の証となっています。 これらの権威あるチャートで強い存在感を維持する彼の驚くべき能力は彼の作品の永続的な魅力と幅広い認知を反映しており、彼を世界の音楽業界の著名人としてさらに確立しています。皆さん、今日のビデオは以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。